はい。始まりました。給与明細チャンネルです。毎日投稿しているので、チャンネル登録、高評価お願いします。今回は宮城県の日券トータルソーシング、え建設管理の、えー、派遣されている正社員1年目の方の給与明細です。仕事内容は民間観光庁発注による建築設備、土木分野の大型建設プロジェクトの建設施工業務、えー、建設施工管理業務で 設計及びアシスタントの業務を行う。具体的には工程管理、品質管理、安全管理、原価管理の4つの管理業務を行う。必要な資格やスキルが、オート、キャドエクセル、ワード、施工管理、技師。勤務時間が8時半から17時半までで、残業時間が1日3時間程度。収入が月収20万、年収240万、ボーナスなし。えー、と、まあ、あ この仕事につきたい方へのアドバイスとしては、出身学科は問わず、未経験からでも施工管理業務に挑戦できる会社です。手に職をつけたいものづくりが好きな人は、ぜひ入社を検討してみてください。とのことです。で、給与明細です。基本給1 8万、職務手当2万3000、調整手当2万、えー、深夜割増手当1484円、残業手当が13万1597円で、 総支給が35万、えー、6081円そこから控除が引かれて手取りが29万303円となっています、えー、この方、えー、1年目から今2年目になったところなんですけど多分1年目の時は残業とかあんまりなく多分教育とかに時間を費やしたので、えー、年収が低かったのかなっていうふうに思います、まあ、毎月これだけ入ってきたら 年収余裕で400万超えますし多分2年目からボーナスも出ると思うので、えー、かなり高級なんじゃないかなっていうふうに思いました。今回はこれで終わります。チャンネル登録・高評価お願いします。